ドロシー・フィリップスはアメリカ合衆国の女優である。出生名はメアリー・グウェンドリン・ストリブル。1882年10月22日、メリーランド州ボルチモアに生まれる。最初のキャリアは舞台女優であった。満29歳を迎える1911年、エッサネーフィルムマニファクチャリングカンパニーが制作する短編映画ヒズ・フレンズ・ワイフに出演したのが、 最も古い映画への出演記録である。1912年7月22日、6歳年少の俳優アレン・ホルバーと結婚する。1914年、インディペンデント・ムービング・ピクチャーズに移籍する。1915年、ユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニーに移籍、同社参加のレックスが量産する短編映画に多く出演する。 1916年、同社参加に設立された、ブルーバード映画では、無言の報酬、愛寿の導き、モルガンの娘、二人の姉妹、ザ・フラッシュライト、人形の家、犯行の炎、心の錆、トライアンフ、ボンデージ、罪の放棄、愛の復活と、1918年まで主演しており、その多くは日本でも公開された。1920年に公開された一度は、 すべての女に、お最後に、同作を監督したオットホルバーと共に、ユニバーサルを退社、制作会社、アレン・ホルバー・ピクチャーズを設立する。アレン・ホルバー・ピクチャーズでは、1921年から、男、女、結婚、台風の娘、雪国日和と、年一作を制作、オットホルバー監督し、フィリップスが主演したが、1923年4月16日公開の、 雪国日和を最後に活動を停止している。同年11月20日、オット・ホルバーが満35歳で死去する。以降、様々な会社を渡り歩くこととなる。トーキー以降も映画に出演を続け、ほとんどがクレジットされない早くであったが、第二次世界大戦後の1956年の灰色の服を着た男や、1962年の リバティバランスを打った男にも顔を出している。満80歳で出演した、リバティバランスを打った男をもって引退した。1980年3月1日、カリフォルニア州ロサンゼルス市、ウッドランドヒルズで肺炎により死去した。九97歳坊津、同市内のハリウッドフォーエバー墓地に眠る。映画産業への貢献により、ハリウッド大通り6358番地に、 ハリウッドウォークオブフェームの星を刻む。フォートプラッシュ1921年5月号表紙。エースソールフォーセールすべて出演作である。1916年以前に出演している短編中心の67作。1930年以降のトーキー時代のノンクレジット出演作17作については主なもののみに止めた。ありがとうございます。